両チームの選手がピッチに入場してきました。重平、石川が抜けます。サイドありません。石川ダイレクトのクロス、逆サイドへ繋がって藤本、カットイン、藤本右足、石川高いボール真ん中、倒れてるがこぼれる、まだある、今鳴ってませんでした。ニア、ヒールつなぐ、後ろ弓場、こぼれた、ハンドというアピールはしてますけど、あと4人、ニア、イサ、フリーだー、藤本、金谷体育大で2トップを組んでいた2人、町田、折り返しチャンス、野村、おいい形でしたね。ウェビス斜めのパス、町田いいポジション、ね、はい、藤本を入れ替わる、藤本和樹、クロスが来て真ん中フリー、伊佐落とす、町田大和、これも正面ですか。ベレイラ入れ替わった、右を見るチャンスになる、茂平、茂シュートだー、こぼれてクリア、もうゴールに直結するようなボール入れても面白いと思いますよ、はい、柔らかいボールだー、直接高畑啓太、見事な左足、ネットに吸い込まれていきました。欲しかった先制ゴール、大分先制、誰かに合わせるようなイメージだったとは思うんですけどね。ただいいところに佐藤つながる、ここで試合終了、大分トリニータ開幕3連勝。